Hazard 6。こんにちは、ブルーボスです。いつもね、バイオハザード6をやりながら、時事相談ね、乗っていきたいと思います。まあちょっとムービーになってるんで、ここだけは見せておいて、で、質問に答えてきてもしょうかね。まあ、いきなり、ちょっとね、まあ、中ボス戦ってことでもないけど、まあ、雑魚敵は雑魚敵なんですけど、まあちょっと強めの雑魚敵が出てくるっていうところになるんで、まあそいつをね、ぶっ倒してから、次のね、今日の最初のね、質問をやっていきたいというふうに思います。いきなりね、部下がね、こんな風になったらね、まあ、クリスが荒れるっていうのも無理はないわね。だってこれ、半年前もね、同じようなことが起こって、部下がクリンちゃんにされていて、しかも襲われて、その時はまあ、なんとかね、ピアーズ君のおかげで助かったっていうのはありますけど、とりあえず、チュドン。ドーン。オッケー、出てきた。で、こいつショットガンで、オッケー、近い。これね、初めての時ね、うまいことその虫をいっぱい倒すのかどうかっていうのが分からなかったからね、なかなか倒し方っていうのが分からなかったんですけど、まあこれで OK ってところですかね。じゃあ次行きましょう。次じゃねえ、今日の最初の質問行きましょうか。はい。では好きな漫画は何ですか？またなぜその漫画が好きなのですか？面白そうなら読んでみたいです。はい、ありがとうございます。好きな漫画は、スケットダンスですね。一番好きな漫画は間違いなくスケットダンス。その他には、アヒルの空、スラムダンクっていうね、まあバスケ、っていうところなんですけど、一番は間違いなくスケットダンスですね。で、なんで好きかっていうと、自分の人生の指針っていうかね、生き方っていうのをこうなんか教えてくれたゲームだからっていうのが一番大きい理由にはなりますね。特にやっぱり主人公のボッスン、僕いろんな漫画結構まあジャンプとかを中心に読んだりはするんですけど、例えばナルトだったらウチハイたちが一番好きとか、スラムダンクだったらマッキー新一とか千堂明が好きとかね。でまあワンピースだったらシャンクスとか、あそれからあ誰だっけ、あボンちゃんが好きとかって、なんかこうサブキャラが結構好きになるんですけど、スケットダンスはねマジで主人公が一番好き、これはもうまず間違いないっていうところで、まああと姫姉さんのねあのくびれが好きとまあそんなはいいとして、うん、やっぱりその身を挺していろんな人のこう役に立とう、力になろうっていう姿勢っていうのが、こういうその精神とか考え方を持って人生生きていきたいなっていうのが、もうなんか心の底から考えさせられたっていうのが、まあスケットダンスですね。だから家をね、実家から出るときにスケットダンスは前巻ね、これ持ってって、あとは家に預けたのもあったんですけど、前巻持ってってっていうことでしたね。今もね、まあ大人になった今でもなんかこう、なんか何週かね、思い出したように読みますけど、やっぱりね、一番最後のね、あの試練の話とか、あのその、なんかまあ、いろいろ、まあ話、面白い話がある中で、やっぱりその最後の試練の話があるんですよ。で、その最後の試練の時に、こう主人公っていうのが、なんで、そうか、なぜその漫画が好きなんですかって、まあちょっとだけあらすじをすると、主人公3人いるんですよ、大きく。まあ一番大きいのが、ボッスンって藤崎雄介っていう主人公がいて、で、その藤崎雄介を筆頭に、スケット団っていうのは人を助けるチームって、で、その、2番手っていうのが鬼塚姫っていうのが姫っていう、あの姫子って呼ばれてる金髪の元ヤンキーの女の子がいて、で、スイッチっていう、薄井和義っていうね、ちょっととある事情があって、パソコンでしか喋ることができないっていう、まあ、男の子がいるんですよ。イケメンのオタクの男の子がいるんですよ。うん、で、その3人が、まあ、日々学校で起こるトラブルとか、友達とかの、まあ、なんて言うんだろう、お悩み事っていうのを解決していくっていうような物語なんですね。一見その何でもない学園のなんかコメディドラマみたいなところなんですけど、まあその中でまあいろいろとこう試練みたいなものもあったり、結構シリアスなね話もあったりするんですよ。そのスイッチの弟が殺されているとか、実は、とか、それから姫子に関しては、友達に裏切られた経験があるとか、それからまあボッスンに関しては、生まれたその日に両親が事故で亡くなっているとかねっていうような、まあそれにプラスかアルファでさらに重なるちょっと大変なこともあったりとかするんですけど、まあそういった事情もありのというところで、でですね、まあそんな中、まあ最後の高校生の物語の高校3年生の時に、最後にね、まあ、とある事件が起きるんですよ。で、事件が起きたときに、その、なんで、まあ、それ解決するんですよ、最初に。なんで、じゃあ、その、藤崎くんは、その、ボッスンは、主人公は、
人を助けるのっていうことを、まあ、とある人に聞かれるわけですよ。そしたら、では君にとっての人助けって一体何なのって聞かれるんですよ。その時に人助けっていうと、やっぱりそのなんか困ってることとかを解決してその人を変えてあげるみたいなこうイメージがあるじゃないですか。やっぱダイエットで困ってるってなったら体型を変えてあげるとか、ね、あの勉強ができなかったら勉強できるようにしてあげるとかっていうような、まあ、そういうやっぱりなんか何か変えようみたいなね、あの人を助けることによってっていうのがやっぱり人助けで、まあ、普通は思うところじゃないですか。ところが、ボッスンはですね、理解者になることだと。で、変わることじゃなくていいと。今の自分が愛おしいと思えるように背中を押してあげるっていうことが、人助けなんだっていう話なんですね。で、それが、まあ、如実に、まあ、現れた話っていうのがいっぱいある中で、まあ、僕が特に、記憶に残っているのは、まあ、とある、まあ、妹キャラが出てきてですね。で、その子は運動音痴でツンデレで、まあ、なかなか人の言うことをちゃんと聞かないみたいなね。まあ、ちょっと厄介な性格なんですよ。で、運動音痴なんですけど、クラス対抗の大縄跳び大会っていうのがある中で、どうしてもやっぱりその、人の足を引っ張ることができないと。だから、自分が、ちょっと陰で練習を一生懸命やって、クラスメイトと一緒に、まあ、その縄跳びの大会で優勝したいみたいなね、そういう話になったんですよ。でも運動音痴なわけなんですよ。うん、走るのも遅いし、まあ、速度な、なんかこけるみたいなね、そういうのもあったりとかあるん で、そんな子がそのね、スポーツを一生懸命やったところでもたかが知れてると。でもそれでも一生懸命やるんですよね。で、それにずっと付き合い続けているボスに、その女の子がなんで私なんかのためにそんなに一生懸命やってくれるのっていうと、あ、お前が一生懸命だから俺たちが一生懸命やるだけだぜっていう風に返してあげたと。だからその子は別に運動神経が良くなるとかそういうのをするためにボスたちは一緒に縄跳びの練習をしているっていうわけじゃなくて、その子が一生懸命で、その一生懸命さがいいなって、自分頑張ってるなっていうふうに思ってもらえるように、だからこそそうやって付き合ってるんだぜっていうことを言ってあげた。これはね、すごいね、作品なんか考えさせられた1話でしたね。だいたい1話完結、まあ長くても3、4話っていうところではあるんですけど、っていうのは作品でした、ね、っていう1話でしたね。うん、なんか落ちてきた。おあれ？なんか、向き変わってる？気のせい？向き変わってるよね？あれ？なんで？まあいいか。うん。っていうところですね。なんかもともとは銀魂の作者のアシスタントだったらしいですね。だから銀魂の作品とコラボしている時もありましたからね。うん。あ、やべえ。フィンが現れた。ごっついフィンが現れてる。やばいやばい。では、スナイパーがね、本当にこれね、鬱陶しいんですよね。これまだノーマルでプレイしてるから、大したことないですけど、うわ、なんか、足生えてる。これね、ノーホープとかでやった時は、本当にね、オワコンになっちゃうんですよね。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。あー、またいるね。ちょっと、ピアーズくん撃ってくれないかな。とりあえず、離れるところ離れて、スナイパーが狙えないようなところに行って、ちょっと待ってね、修羅場だね。うん。まあ、スケットダンスはね、本当に面白いですよ。まあ、めちゃくちゃその、なんていうんだろう、バトル漫画みたいなところで、ジャンプで常に上位を取れるような漫画かっていうと、まあ、中間層にいるようなポジションの漫画ではあったんですけど、まあまあ、アニメ化もするくらいね、結構人気のある漫画だったんで、まあ、ぜひ、興味ある方は読んでみていただければと思いますが、やっぱり、何のために生きるのっていうのが、なかなか見つからないような人はですね、やっぱり人のために生きるっていうのが、その、ある種人間として生きる喜びっていうのは、まあ、なんか感じ取れるような作品なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますんで、そういう部分でね、ぜひ、読んでいただけるといいかなというふうに思います。結構いろいろ考えさせられますよ。はい。ということで、この辺りで終わりかな？大丈夫かな？うん。この後なんかね、ごっついヘリコプターに追いかけられるっていうシーンが出てくるんですけどね。まあ、そこら辺も見つつですね。はい。じゃあ、ちょっとアイテム回収。OK。で、次読んでいきます。アイテムすぐパンパンになるね。まあ、しゃあないね。じゃあ次行きましょう。はい。
よく自己啓発の本などで感謝は大事みたいなことが書かれていますが、いまいちピンときたことがありません。コーチングでも感謝しましょうみたいなことを教えることがあるかと思うんですが、具体的にどんなメリットがありますか？そもそも感謝しないといけないものなんでしょうか？っていうことで、はい、ありがとうございます。まあ、そういうか、なんか感謝することにメリット云々って言ってる時点で、感謝っていうのを強制的にやらなくてもいいと思います。まあ、感謝ってなんか人にね、強要されてやるようなものではないんで、そういう考え方があるせいで、やるっていうのは、あまりお勧めはできないっていうところですね。うん、で、まあ、基本的には、まあ、日本人、特に日本人ですよねっていうのは、人の悪いところを見ようとする癖っていうのがあるので、そのある種、人に対するものの見方とかで、感じ方っていうのを変えるために、感謝をしましょうっていうのは、一つお伝えはしたりしてますね。実際に僕の、おととしの4月か、くらいに、担当させてもらったクライアントさんがいるんですけど、その人は、まあ、最初はちょっとノルマ的に自分の、まあ、日々起こる出来事とか人関わった人に対して、まあ、5つとか5人とか、まあ、トータルで5もしくは2、5の人か子になるように感謝をするように、まあ、心がけて、見ていただいたんですね。すごいやっぱキーボードとかなんか重要な回難しいね、うん、まあ、ああでも一発でいけたよかった、うん、そうそうそうっていうのがあるんですけど、まあ、それをやってみたところで、まあ、30日後にでね、まあ、1ヶ月後にやってみてどうでしたっていうふうに聞いてみると、やっぱりこれまで嫌なことだとか嫌なやつだと思っていたことでもいいなって思うように、やってよかったなって思うようになったりとか、嫌な人でもあこういういいところがあるんだなっていうふうに、こうなんか腹が立たなくなったと。これまでなんかもうなんか躍起になって腹立てて一個一個その気苦労みたいなところをされてた部分はあるんですけど、それが一切なくなったということ、うわこっち嫌いっていうのがあったっていうふうに喜んでくれてましたね、うん、っていうのはあります。まあ、だからやっぱり日本人って、まあ寿命自体は長いんですけど、じゃあそれが健康かどうかって、結構その医療だけじゃなくてメンタルでも関わってメンタルにも結構ね関わってくるところっていうのは正直あるんですよ、うん、で健康的に長く生きようっていうことを考えると、ネガティブなことばかりを考えてしまうと不健康にもなるし、で結果的に寿命とかも短くなるんですよね。まあ、憎まれっか世にはばかるみたいなことを言ったりしますけど、あれは心理学的に見たら嘘です。まあ、心理学とか脳科学的に見たら嘘800になるんですよね、うん、ただまあ最初にも言ったように強制されてやるようなものでもないですし、うん、はい、感謝した方が自分の人生豊かになるなっていうことが、まあ、感じられるのであれば、まあ、ぜひやってみたらいいかなというふうには思うんですけど、うん、まあ、逆にね、でもね、なんかちょっとしたことでも、なんかありがとうって思えるものがあればいいなと思うんですけど、そうじゃないんだったらね、無理やりしても仕方ないですから、うん、そこはね、ご自身のさじ加減っていうところに、ね、やってみたらいいかなと思うんですね。全然当たらねえ。やべ、下手くそです。痛い！何何何何？セクハラです。やめて。エッチ。ステッチ。肘タッチ。でもね、体術をやってる間っていうのはダメージを受けないけど、体術が終わった瞬間にね、ダメージをね、受けることになっちゃうからね。あ、ごめん、ピアーズ。まとめていって。え？あ、自爆したわー。何やっとんねん。来るかな？あ、来た来た来た。よかったよかった。いやー、せっかく、胸キュンタイム。回復したのにまた空ハミになっちゃって、いやーダメだね。ヘリコプター、とりあえずこのヘリコプターが終わったら20分くらいのいい痛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 いタイミングになると思うから、まあ、そこまで終わったらこのパートはね区切りたいと思います。あ、そうそう、まあ今日痛い、え、撃たれた。今日の1個目の質問で好きな漫画はっていうので、あとアヒルの空もあげたんですけど、まあ、やっぱりバスケ漫画で一番有名なのはスラムダンク、これは間違いないところなんですけど、うん、部活のなんて言うんだろうな、練習でこう上手くなっていくとかっていうような、その細かいサクセスストーリーみたいなものに関してはアヒルの空の方がバッチリ描かれてるかなっていうふうには思いますね、うん、でもなんだろうな、
あのアヒルの空とかスラムダンクとかディアボーイズとかっていうなんかバスケ漫画の多くっていうのがなぜか不良がいるところからスタートっていうのが多いですよね。まあ、唯一そのなんだろう、まあ荒くれ者は出てきますけど、あの誰だっけ、ああ黒子のバスケに関しては不良は出なかったですけど、でもなんか不良多い作品、不良がスタートする作品が多かったりしますよね。だってディアボーイズも主人公のね、あの藤原じゃねえ、相川か、相川自体は不良ではないけど、でもね、なんか不良っぽい感じのキャラクターがこういっぱいいたりとかするじゃないですか。うん、あれはなんでなんだろうね。まあなんかだからあんまりバスケにねそういう意味ではいい印象を持ってもらいにくいんじゃないかと思ってね、ドキドキしたりはしますけど、とりあえずピアスくんドン。ごめんね。あ、そうか、今あれだね。じゃあこれでとりあえず3つ食っといて、でしまってアイテムスペース OK。 じゃあ飛び越えて次のステージっぽいところに進むことができればそこで終了とするようにしましょう。どうだろうね、お釣り来てるのかなこれね。なんかすごいどん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 言ってるけど危ないよ。ほいほい、これでうわー、うーい、中華飯店が崩れ落ちていきましたね。 OK。 あ、もしかしてこれ、あれ、これが崩れた後ろで誰だっけ、あの二人が戦うことになるのかな。なんかそれっぽい気もするけど、まあいいや、次行こうか。うん、じゃあ多分扉、うわー、いっぱい降りてきた。ご注射よ、いや、あ、ザブーン行った。じゃあふい、おい、うい、これ落とすくらいじゃねえ、何、ジュアブって泳げないとかそういう落ちなのかな。ああ、これこれ、いや、ザブーン、オッケー。じゃあ次進んでいきましょうか。はい、はしご、エイダーこの先にいるよ。うわー、めっちゃ来たわー、めっちゃ来たわー。ほいほい、あれ、よし、オッケー、パンチ、うりゃ、はい、ご褒美で続いて、あれ、もう全員倒した。じゃあ登ろう。やっぱりバイオ5と違ってバイオ6のね、AI は NPC っていうのかな、優秀ですね。うん、すごい助かる。うん、狙撃率もいいし。ということで、ここを進む前に、いいところまで進むことができましたんで、一旦ね、区切りたいと思います。ということで、まあ、だいたい1パート2、2つくらいかね、がいいペースですね。ということで、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。